ずらりと並んだキュートでカラフルな車たち。イタリアの名車フィアットチンクエチェント、通称フィアット500。愛らしいこの丸いフォルムが人気の秘密だとか。極上ライフ大人の秘密基地。フィアット500が誕生したのは今から80年ほど前のイタリア。初代は2人乗りの車でトポリーノの愛称で親しまれました。山田さんの愛車は1957年に登場した2代目モデル。低コストで作る4人乗りのファミリーカーを目指したため、エンジンは2気筒 479cc というシンプルなものになっています。そんなフィアット500を愛するオーナーの一人、山田純平さん。こうもう見ての通りすごい、ほんとこんな可愛らしいフォルムなんですけど、実はものすごいちょっとクセモノで、まあ、今の電子制御とかそういうのも当然全くなくて、エアコンもないですし、オーディオもないですし、なるべく当時のまま、販売されたままの形を残したいなと思って、維持するようにしてます。発売当時のレトロな姿を残すため、内装はほとんどいじっていない山田さん。ついているスイッチはワイパー、ヘッドライト、メーターライトの3つ。そしてステアリングの前にあるこのメーター、分かるのはスピードと走行距離だけ。すべての車にキャンバストップを採用している2代目フィアット500。ここに使われている布も販売当時のもの。イタリアならではの遊び心かと思いきや、実は別の理由があるとか。その当時はエンジンの音がうるさくてですね、なんかおしゃべりができないから、その音を逃がすためにわざわざ屋根を開けるような構造にしたっていうふうに聞いてます。なんか文化なのか考え方なのか、ものすごく反映されてて、なんか面白いですね、その差というか。見た目はおしゃれでも実用的なフィアット500。山田さんがこの車を買ったのは今から5年前のことでした。いつか乗りたいなと思って、ずっと待ってたんですけど、行ったショップでたまたまこの子が出てきまして、その時は勢いで買ってしまってっていう形ですね。はい、もともとこの車の生い立ちがやっぱり普通の大衆車として生まれてきた車だと思うんで、やっぱりガンガン乗ってやるのが正しい姿なのかなと。もう今となってはまあ本当にどこに行くんでも手放せない相棒というか、いろんなとこに行ってますね。この日の午後、僕は週末は必ずこの子を動かしたいっていうので、ちょっとお出かけしようかなと思ってます。あれ、エンジンかかりませんね。インジケーターだけがつくだけで、エンジンスタートっていうのはまた別にやります。それがこのレバー、こちらがチョークで、こちらがエンジンスターター。これを引っ引っ張ると、エンジンかかりました。あら、まだですね、エンジンが安定するまで少し時間がいる必要なので、ちょっとこのまま待機します。エンジンが安定するまでじっと待つ。相棒を走らせる前には毎回行う儀式です。だいぶ落ち着いてきたと思います。
最初はもうちょっとドドドってなってたのが、まあ、今だいぶ揃ってきて、こう等間隔にトッとっ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 てなるようになってます。待つこと5分エンジンも安定しようやく出発。ちょっと待っててもらっていいですか。ん？どうして靴履き替えるんですか？実はこの車は足元がすごく狭いので、幅の広い靴っていうのはちょっと運転できないんで。言われてみれば足元確かに狭いですね。ペダル同士の間隔も狭いため、幅が広い靴では運転するのが難しいとか。そのため相棒と出かけるときは幅の狭いドライビングシューズに履き替えます。この車にはやっぱりこの靴のサイズがぴったりですね。エンジンの安定を待ったり靴を履き替えたりと、出発までに手間のかかる相棒とのお出かけ。もうこの車は本当に見た目とかすごい可愛いんですけど、見た目とは裏腹に運転が大変ですね。運転中の足元を見てみると、何度もクラッチを踏んだり足が横になっちゃったりしています。こうせわしなく動かさないといけないところはありますね。シフトチェンジしたと思ったら、またすぐに手がシフトノブに。しかも何度もギアを入れ直しています。やっぱりギアがどうしても弱いので、無理やり入れるとガリガリってなっちゃいますよ。今時の車と違ってギアが入りにくい構造になっているこのフィアット、いわゆるダブルクラッチってやつですね、っていうのを、こまめにやらないといけない。ダブルクラッチはクラッチを2回踏んでギアをスムーズに入れるテクニック。どうしても左足が疲れてきちゃって、正直ちょっとしんどいですね。さらにシフトダウンの時は足を横にしてブレーキとアクセルを同時に踏むヒール&トゥーというテクニックが必要。この狭いスペースの中でやらないといけないんで、ちょっと大変かもしれないですね。僕も最初乗れなかったぐらいなんで、3日ほど運転の練習をしたんですよね。でようやくちょっと乗れるかなと。他にも今の車では考えられない不便なこともあるそうで、まずはメーターの横にある2つのライト、左右のウインカー表示のように見えるのですが、実はこっち今左にやると、左なんですけど、実はこのまま右にやっても左がつくとこれ謎ですね、この辺。右側のランプはウインカーではなくヘッドライトの点灯を示すもので、左側がウインカーの表示ランプ、すなわちウインカーを右に出しても左に出しても点滅するのはこのランプだけ。イタリア人からしたら、自分が動かしてるからついてるのが分かればいいだろうと、その戻し忘れが分かればいいだろうっていう考え方だと思うんですけど。そしてこのメーター燃料計がないため、今どれくらいガソリンが入っているのか全く分からないんです。ただガソリンの残量が少なくなるとランプだけはつくそうなんですが、ランプがひょっとしたら壊れてて、でつかなかったら普通にガス欠とかになってしまうんで、僕の場合はその給油した時に一応こうアナログでこうメーターをですね、ちょっと記録しといて、だいたいこれぐらい走れるなと。ガス欠が心配で給油もまめにしているという山田さん。
はい。あれ、そんな手前で止まっちゃうの？じゃあ場所はここで大丈夫。あ、はい。で、はい。ここで前でよかった。そう。へえ、ガソリンタンクここにあるんだ。この車だと前まで行っちゃうと実はホースが届かなくなっちゃうんで、このホースの正面ぐらいでちょうどいつも止めさせていただいてます。ガソリンタンクの蓋を開けて直接給油。タンクが満タンになったかは目分量。店員さんにはガソリンが見えてきたらストップするようお願いしておくとか。ちょっと苦労しました自宅に戻った山田さん、ボンネットを開けて何やら作業を始めました。今ついてる車のエンブレムのこの真ん中の部分がですね、少し色あせてしまったので交換しようと思って。このエンブレム、爪を引っ掛けて止めてあるだけのシンプルな構造だから簡単に取り外すことができるんです。用意したエンブレムは新品の純正パーツ。発売から40年以上経った今もイタリアでは部品が生産されているんです。4箇所の爪をはめ込むだけなので取り付けも簡単のはずなんですが、ん？あれ？個体差なのかちょっと浮いてますね確かに隙間がありますね。純正品なのに。単純にこの爪のあたりの精度っていうのはあんまりよろしくないですね。今までこれついてきたものと比べると、まあなんか形状も違いますし、なんか微妙ですね本当だ、爪の形が全然違います。これじゃあつかないですね。新品で買った純正パーツが使えないなんて、山田さん腹立ちません？おおらかになってますね小さなことでなんかあーってなってたりすると、まあこういう車とはちょっと付き合えないのかなというのと、逆に僕がなんかこちらにのこの車になんか合わせてなんか性格が引っ張られていて、なんかそれをが面白いっていう風に思えるようになってしまってるっていうのが本当のところだと思います。なるほど、やっぱりこいつクセモノですね。